長崎ラバーズ。長崎かんぼこラバーズ。長崎イコールやっぱちゃんぽんとかカステラとかトルコライスがあると思うんですけども、そもそもまあかんぼこも多分長崎のソウルフードに近いものだと思うので、それがより一層そういった、おすすめのものとして再度揚げたての美味しさが伝わればなと思っております。中で練り込む具材が違えば全然味も違いますし、あとやっぱ温度も違えば全然こう表面の揚げ方も全然変わってくるので、やっぱ関われば関わるほどすごくこう繊細な料理なんだなっていうのは感じてます。揚げたてのかんぼこっていうのがすごく県外の人からするとある意味驚くらしくて、で実際まあ食べたお客さんは皆さん美味しかったっていうのと、まあ、かんぼこってこんなに味がするんだと、メインにもなるんだって言っていただけるので、まあ、すごく作ってて嬉しいなと思います。長崎のかんぼこは種類が豊富で味がとても美味しいです。ぜひ食べてみてください。揚げたてを食べてみるべし。長崎かんぼこラバーズ。